眠っていたのか。あまりに情けないからな。今日はもう探せないじゃないか。あんたいきなり倒れとったで、びっくりしたわ。そうか、俺行き倒れになって。ここの組合の人間で担いでここまで運んできたんだが、大変だったで。気分はどうや？腹減った。そっか、食欲あるんやったら安心やな。お兄さんもうお出かけかい？お弁当作るからお昼の分も持って行きなさい。あんまり時間がないんだ。じゃあおにぎりだけ包むから。いくつぐらいいるかい？一つでいい。邪魔になるとな。その代わりとびきり大きいので一つ頼む。了解、とびきり大きいのね。悪いな、世話になった。気をつけて。あ、さて、それには人形を探さないと。別に動かせるのは人形だけというわけじゃない。とりあえず別の手で収入を得るというのもありだな。
その行方がわからないというのに別の手を講じるだと。そんな奴は真の人形使いではない。やってらんねえ。